亡くなっちゃいけない理由でなんか伝えるべき真実がなんか伝えられなくなるとか、なんかそういうのいろいろあったけど、なんでヤフコメでそんな大切なこと言うの？あるけどなって、言わなきゃいけないところってもっとあるし、はい、大事なことはもっと大事なところで言わなきゃいけないし、びっくりしました。そういうやめてほしくない理由にそういうの持ってこられたら、そうですね、お話にならないなと、はい、まずは傷ついてる人を救えですよね。